はい、皆さんこんばんは。8月7日月曜日、354回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日もですね、相変わらず真っ白も暑いですね。まあ、全国的に暑さっていうのもありますし、台風も来てるっていう形でですね、ちょっと大変な日に続いているんですけれども、何しろ今も真っ白もで暑いっていう形ですね。まあ、街歩きセンターの中は、まあ、一応ねエアコン入ってる涼しいんですが、外に出たらわーっとこんな暑い感じで汗が出てくる、いやそんな真っ白でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれどもね、真っ白町東城、まあ、真っ白温泉って私ども言ってるんですけども、国民宿舎真っ白荘の新しい支配人さんでいらっしゃいますけども、南沢則明さんに、おいでいただきます。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。初めにですね、真っ白荘の場所ですね、ちょっと確認してみましょうね。はい、こんな形でございます。真っ白荘ですね、今真っ白センターってこちらあります。本当は通常ですと、まあ、このまま直接行ってこちらへ行け、真っ白荘行けばいいんですけど、今ちょっと道路の工事っていう形で通行止めになっておりますのでね、伊勢町いただいて、麹町の交差点をですね、右へ入っていただいて、これ右へ曲がっ て左へ行くとですね、寺尾の方行くんですが、そのまままっすぐ行っていただいてですね、橋を2つ またいでいただいて、右側ですね、ここ真っ白荘という形になります。そこの予定でございます。それでですね、真っ白荘の場所を確認してましたので、今度は南沢さんにお聞きしますけれども、はい、この新しい支配人、新人の支配人、真っ白荘です。いつから来られたんですかね。はい、この4月から、参りまして、はい、ちょうど4ヶ月が過ぎたところ ですか、はい、どうですか真っ白。大勢のお客様にお越しいただきまして、はい、それから若い職員もたくさんおりますので、はい、毎日、元気に仕事をさせていただいております。あ、そうですか。はい、まあ、これ真っ白荘っていうんですが、まあね、国民宿舎真っ白荘なんですが、これらのですね、仕事のあれですね、企業っておかしいですけども、この母体ですね、はい、経営母体っていうのはどういう形だか、ちょっと説明していただいていいですか。はい、私は一般社団法人長野市開発公社の職員でありまして、うん、はい、本部になるのが事務局というんですが、うん、長野市役所の第二庁舎にございます。うん、はい、で、あとそれぞれ戸隠の観光施設から、はい、真っ白荘まで、はい、各施設の管理運営を、うん、市の方から任されて、うん、運営をしているところでございます。なるほどね。はい、皆様なんていうのもこれ、ね、何年ぐらいお勤めなんですか。校舎には私32年、32年、はい、勤務しております。はい、お年は失礼ですけど、今年58に58歳。はい、定年は何歳ですか。60です。60ね。もうあと2年半でございます。はい、じゃあ思い切りいろんなことできそうですね。そうですね、最後のあがきということで。そうですか。はい、はい、わかりました。そうしましたらですね、これちょっとこの間ちょっとね見ていただいたので、ちょっとこれ説明していただいていいですか。はい、一番上が、これが真っ白荘の玄関になります。はい、はい、その下ですが、駐車場に入る右手にですね、はいはい、ここに実は、古い郵便ポストがございます。郵便ポストね、はい、懐かしいよね。現在もこれは扱ってる、使われております。はい、それから一番下の写真ですが、はい、裏手に天飾り山がございまして、はい、天飾り山の麓に立っている施設でございます。はいはい、こちら館内でございます。左に見えるのが、売店でございます。はいはい、それから、これ玄関入りましてロビーになりまして、うん、ロビーの正面には日本庭園が、うん、ございます。はいはい、これがまたいいところですよね。そうですね、うん、はい、日本庭園の向こう側には、天飾り山が、このようにくっくりと見えます。うんうん、これは初夏でございますが、はい、四季折々の表情が、このロビーから見られる、はい、眺めることができます。なるほど、ね。はい、だからまあ、いろいろと来ていただければそういった雰囲気もね、そうですね、味わえるっていう形になりますね。はい、あとこの真ん中の写真なんですが、はい、展示物がいろいろございます。うん、で、ちょうどここなんですが、先ほど説明しました、
開発公社が、管理をしておりますそれぞれの施設のポスター、はい、それからパンフレットを、こちらで、掲示をしております。なるほど、ね、あとこれが、私どものフロントでございます。なるほど、ね、お泊りのお客様、それから入浴のお客様、こちらで、はい、配置を分けて、はい、なるほどね、はい、こちらはちょっと面白いね、はい、この時期ですね、はい、毎年浴衣でお客様をお迎えしようということで、うんうんうん、現在8月の1日から浴衣で、お出迎えをしております、はい、男性の職員それから女性の職員、うん、色とりどりの、はい、浴衣で、皆様をお迎えしております。はい、まだこれ全員じゃないですよね。そうですね、この他にも職員おります。そうですね、はいはい、まあ、こちらの下の方もあれですね、まあ、お風呂の方へ行くっていう形になりますね。そうですね、はいはい、これあれですかね、まあ今との違いっていうのはどんな形ですかね。前に、まあ、何年前にも勤めていたのでね、はい、まあ、そろそろ実は、もう約20年前になるんですが、3年と6ヶ月真っ白荘で勤務をしておりました。ああ、ちょうど私が、勤務をした年の12月に、はい、現在の建物が、竣工オープンをしたということで、大勢のお客様が、はい、お越しいただきまして、はい、当時私も30代後半ということで、うん、今以上に、元気に、お客様と接していたと、いうことを、はい、今思い出しております。ああ、そうですか、はい、でも現状とすれば勤めて何年だっておっしゃったっけ。32年ですね。はい、まあ、今現状のこういう形のあれですけど、はい、で当時はまだ宿泊者の専用風呂というのがございませんでして、今外来のお客様ご利用いただいておりますお風呂のみでしたので、はい、外来のお客様は、当時はまだ、4時で、4時で終わる、はい、終わると、はい、で4時以降は宿泊者が、お入りいただくということで、はい、あ、今現状はあれですね、何時からあれ OK なんですかね。外来のお客様、はい、午前10時から10時から、はい、午後10時までです。10時まで、はい、あ、結局その新しいお風呂ができた内湯っていうんですかね。そうですね、あれができたおかげで、はい、そういう形ができるようになったっていう形になりますね、はい、やっぱりそういった点ではちょっとお客さんにもサービスできるって形になりますね。そうですね、うん、おかげさまで、お客様にも喜んでいただいていると思います。はい、はい、で、まあ、あとこの真っ白荘の温泉のなんですかね、成分がだいぶ違うっていうのでちょっと今日持ってきていただいて、はい、これもちょっと説明していただいていいですか。はい、真白温泉の一番の特徴は、うん、はい、無色透明の お湯が沸いてるんですが、はい、空気に触れますと、はい、ご存知のように、はい、茶褐色になると、うん、でこれ実はパイプの中なんですが、はい、パイプの中は空気に触れませんので、このように白い状態です、はい、で、いつも皆様がご覧いただくのが、はい、こういったものが浴槽のところに付着しているわけなんですが、はいはいはい、このように酸化されることによって、はい、茶色の私たちスケールと呼んでるんですが、こういったものが、生まれてしまうということです、ね、はい、はい、あとですね、今勤務されてる人って何人いらっしゃるんですかね。はい、今現在58名で、はい、いらっしゃるんですね、はいはい、で今回ですね、そちらにもあるんですけど、なんかオリジナルのポイントカードがまた再発行されたとかっていうのをちょっとお聞きしたんで、いかがですか、はい、それもちょっと説明していただいていいですかね。はい、真っ白荘独自の外来入浴者のポイントカードを、はい、今回、新規に作成をしました、はい、こちらにあるのがポイントカードなんですが、今回ポイントカードを新たに発行するにあたりまして、はい、回数券を お買い上げいただいたお客様に、はい、ポイントを2ポイント差し上げる、それから、従来から同様入浴1回につき1ポイントをサービスしたわけなんですが、はい、今回、2倍のポイントをつける日というのを新たに設けました、はい、
それが、こちらなんですが、毎月26日、はい、お風呂の日、はい、それから2月6日、同じく風呂の日、はい、それから6月10日を露天の日と、言いまして、この日もポイントを2倍にしたいと思ってます。はい、で今回、6月の10日にこの企画が間に合わなかったということで、お詫びということで、はい、10月の6日、日付をひっくり返しまして、この日を、2倍デーにしたいと思いますので、また多くの皆様、ご利用いただければと思います。はい、わかりました。まあ、これがね、そちらから見た実物のあれですけれども、はい、これもちょっと説明していただいていいです。はい、これが、ポイントカードなんですが、うん、今新たに、ポイントカードを始めたということで、はい、8月の31日まで、はい、ご利用のお客様には1ポイント、うん、あらかじめサービスをしております。はい、その他こういった、入浴割引券も、うん、それぞれ、真白地区のイベント等で、はい、配布をさせていただきまして、イベントのお帰りには真白荘で、はい、入浴をしていただきたいということで、はいはい、この辺も真白地区の皆さんと、はい、協力しながらやっておりますので、はい、ぜひご利用いただければと思います。はい、まあ、マチュアルセンターにもちょっとね、はい、お貸していただいてますね。それからあとこういう形ですね、今回昨年のサラダ丸のあれでですね、はい、引き続いてこういったお土産っていう形でね、そうですね、まあ、新米の方でちょっと、はい、真白焼きというのは以前から有名なんですが、はい、そこに今回、真白の柴石を、はい、粉末にして、はい、それを練り込んだ、はい、六文銭というお皿をですね、はい、町内の4つの鎌本の方 で、ね、はい、作っておりまして、はい、それを真白荘の方で販売しております。これ真正面のあれです、ね、はい、今カメラに映っているものがそうですね、はいはいはい、これも柴石を粉にして、はい、練り込んで、ね、はい、作られているということで、まあ、これもいいお土産にはなりますね。そうですね。おいくらなんですか？これはすべて小皿なんですが、はい、一皿1500円です。1500円でね、はい、まあ、真白荘で売っておりますのでね、よろしくお願いします。はい、それからまたちょっと面白い企画があるっていうので、はい、ちょっとお願いします。はい、これは今夏休み中ということで、はい、小学生の子どもたちにですね、はい、ぜひ参加をしていただければと思いまして企画をしました。はい、夏休みどうしても宿題がございます。ありますね。その中で、はい、なかなか大変なのが自由研究かと思います。はい、で自由研究も決められた子どもたちがたくさんいらっしゃるんでしょうが、はい、ぜひ、真白のお湯を研究してほしいなと思いまして、うん、こんな企画を、うん、作ったわけです。はい、真白の湯はどうして茶色いの、うん、どうして、鉄の匂いがするの、うん、お入りになるといろいろ疑問が湧いてくるかと思いますが、はいはい、それを、2日間にわたって研究をしていただこうというものでございます。うん、なるほどね。教材費は、こちらの方でご用意しますので、うん、参加費が制限かかります。はい、で日程は8月の21日月曜日と22日火曜日の2日間です。はい、21日の1日目は12時半に真白荘に集まっていただきまして、はい、約3時間、講師の先生をお招きして研究をします。うん、で2日目の22日は、うん、朝9時半に集合していただきまして、はい、自由研究のまとめをしたいと思います。なるほど。はい、で当日は、子どもたちには、無料で、終わった後は、お風呂に入って、もらおうと思ってますので、はい、ぜひ大人はどうするですか？大人の方はお金いただきますしね、はい、しょうがないよね。はい、はい、でまあ、あと講師の先生ですね、ちょっと説明していただいていいですか？はい、講師の先生には東京理科大学の長島先生、はい、それから、日本温泉地学会の理事長の浜田先生、他3名様を、うん、お招きしております。はい、ぜひお電話で、予約、はい、お申し込みいただければと思います。その際はお名前と、はい、電話番号、それから学校名、はい、学年を、お伝えいただければと思います。はい、あ、そうですか。子どもたち待ってますのでぜひ参加してください。はい、まあ、これは新企画という形になりますね。そうですね。はい、はい、まあ、こういうのも引き続いてね、いろんな企画が出ればまた楽しいかなというふうに思いますね。はい、今日はまあお時間あれになるんですが、真白荘の新しい支配人さんであります南沢紀明さんにおいでいただきまして、いろいろお聞きしました。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
三田さん、はい、今先に言われちゃって言いづらくなっちゃったよ。言いづらくなっちゃった。そうか、ね、いや言おうと思ったのは何で言っちゃうかね。もう言えばいいじゃない、もう一回言って。いや三田言っちゃった。いや三田さん温泉いいね。いいよ、もう言おうと思ったのにね、温泉で私もね、うん、温泉大好きでちょくちょくね、うん、お邪魔してるんですよ。そうですか。でね、うん、あそこほら効能がいいじゃないですか、うん、日本有数のそう、ね、健康になって帰ってきますよ。そう、はい、まあお酒はどうですか。お酒はねもちろんですよ、うん、いいかね、あそこの広間でね、うん、いただいてますよ。なるほどね、はい、うん、持ち込み禁止だって。バレちゃった。ダメだよ、ダメだよ、はい、今なんか相性でじゃあ、はい、はい、ね、今回もね夏休み企画って先ほどねマッスルソンのねこういう話あったけども、今度はねうちのあれですね、このエコールドマッスルクラブでもね2つほどあります。はい、夏休み安蔵コア講習会っていうのね、これはね寺松商家でやります。8月10日9時からね、会費500円、ランチ付きなんですよね。エプロンと三角巾持ってきてくださいよっていうのと、あとは8月14日月曜日ね、ワクワク体験クラブっていうのはね、これね文部学校樋口家住宅雨飾り工房ね、いろいろとやってます、うん、まあ、この下にありますけど古武道から始まって、甲冑着付け、それからね、これはなんていうの、なんていうの、 UV レジン灯羊毛フェルトのストラップ作りっていうのをやっと言えました。そういうのをねやるっていうことでね、まあ予約ね、エコールドマッスルをやらなきゃいけないね。エコールドマッスルクラブでちょっと予約していただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、もう一つ、はい、もう一個ですね、もう一個あるんでね、うん、もう一つね、はい、これはね、ね、これはね、あそこ、コンベンションビューローでねちょっとやってます。で真っ白に、うん、7施設今、池田正夫さんはもうちょっとやめちゃったの ね、うん、ね、あと、ね、真田邸、真田宝物館ね、横竹住宅、造山記念館、私立博物館ね、天球寺さん、それから文部学校、この7施設を回るとですね1650円なんですよ。だけども700円だって。お、ね、だから一般のあの真っ白の人たちだってね、うん、絶対700円でないで回りきれない。でね、2日間 OK よって。うん、なので、売ってるところはね、私の町歩きセンター、うん、ね、それとね、マッスルソンも売ってるんだよ。あ、そうなの、うん。ロイヤルさんも売ってるんだよ。うん、それとね、町観光案内所も売ってるし、ね、なるほど、うん。そういう形でね、700円でやってるのいいですよ。これね、ぜひね、あの参加してもらいたいな。うん、あの2日間有効なんでね。格安だね。もう絶対いいと思います。うん、夏休みぜひお願いしたいね。はい、はい、来週は来週ね、はい、また私やるんですけどね、ちょっとね面白いんですよこれ、本当カフェを、はい、カフェ、うん、発達障害者サポーターカフェ、あ、ね、なるほど、15っていうのはね、15、ね、カフェ15日にやるっていう形で、うん、これね真っ白地区住民自治協議会の地域福祉ワーカー北村さん、あ、社会福祉協議、あ、うん、社会福祉協議会じゃない、うん、住民自治協議会、ね、地域福祉ワーカーさん、うん、北村さん、ね、この人に来ていただいて、やっぱり自分の思いもあったりとかっていうのでね、うん、内容的なものをちょっとお聞きできればいいかなという形です。今回初めてね、やられて今度は2回目3回目ぐらいになるのかな、まあ、そういったお話を聞ければいいかな。これはどこでやるんですか、うん、これはね、松浦首相の、ね、2階、あ、公民館あるじゃないですか、うん、あそこのね、あの社会福祉協議会の2階、ね、あ、そうそう、2階で、ね、あそこでやる予定でますね。そうですか、はい、結構いろんな方がね、来たっていうので、あそこでなんかいろいろイベントやってますね。あ、そう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 、うん、まあ、今回はこのイベントのお話を聞ければいいかなっていうんでね、いろんなお話ね、はい、聞けるといいですね。そんな形で来週はやりたいと思います。そうですか、はい、355回という形でございます。いや申し訳ない、私ね来週休ませてもらって、あ、そう、まあしゃあないね。まあいろいろあるでしょうからね。そうだね、はい、そんなことで、はい、はい、じゃあそれでは来週のしゃべくりマッスルをどうぞお楽しみに。はい、お願いします。